ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はファーウェイから発表された新型のタブレットメディアパッド M5 をご紹介します。スペックは CPU がファーウェイのキリン960、 RAM が 4GB で ROM が 32GB から 128GB のモデルが用意されます。また4つのハーマンカードン製のスピーカーが搭載されるなど、音響面にかなりこだわったタブレットになっています。ディスプレイは 10.8 インチで、解像度は 2560×1600 ドットの液晶となります。また 10.8 インチのモデルの他に、ディスプレイサイズが 8.4 インチのモデルが発売されるほか、デジタイザーペンに対応したモデル、 LTE に対応したモデルなど、いくつかのバリエーションが登場する予定です。なおこのメディアパッド M5 ですが、日本での発売も決定しています。ただし現時点ではメディアパッド M5 のどのバージョンが発売されるかはわかりません。ファーウェイはこれまで日本市場に向けて優先的に製品を発売していましたので、おそらく海外で発売される頃と同時期に日本でも発売されるのではないかと思います。各モデルの詳細な情報等が発表されましたら、また別の動画でご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。